安江さん、情報商材は詐欺ですね。私も長年情報商材の詐欺にやられてきました。小学生、その時代からです。将来頑張って、受験に勝って、大学行って、就職すればハッピーな人生が待っている。そういうふうに情報を刷り込まれました。国家の教育機関によってそういうふうに進められました。協調性が大事だよと。なんでみんなと同じようにできないの？散々パラ言われました。私はいつも枠からはみ出してました。しまいには弁当も体育館の裏で食う始末です。こんな外れ者の私でしたけども。まあでもね、なんとか情報に洗脳されてきた部分も多かったんですけども、何だったんでしょうね。教育という洗脳。でも、その教育という洗脳でも受験に勝ち、一流企業に入り、官僚になれば、やっぱ正解だったのかもしれませんね。民間企業とか中小企業零細にいると、痛めつけられて金はねえし、年収は300万円を上回らないし、これが詐欺じゃなくて何なんだと思います。で、その詐欺の群れを抜け出してネットビジネスに入ったら、やっぱり詐欺でした。うん。今まで見たことも聞いたこともないような稼ぎ方がそこにはたくさんあって、真面目にやったら稼げた。話が違うぜ、と。ねえ。だから実際ね、なんでしょうね。何をもって詐欺とするんですかね。うん。まあ多分学校の先生も私を騙そうと思って言ったわけじゃなくて、やっぱりその時代の正解だったんですよね。私が小学生、中学生、高校の頃っていうのは、先生っていうのはやっぱりそれなりの年代であり、昭和30年代とかに生まれた方が多かったと思います。場合によっては20年代とかね。その戦後間もない時に、多くの人が学歴がなかったんで苦労したから、学歴をつけろってのは正解だったと思います。でも、時代が20年、30年と過ぎてしまえば、当時の正解も不正解になることって結構あって、じゃあ今ね、協調性を大事にしてきて、みんなと同じようにやってきた人ってのはどうなってるかっていうと、いくらでも代わりがいくって言われてね、消耗品のように扱われるわけですよ。むしろ個性の時代だと。他の人にはできないことをしろ。無茶言うなと。うん。他の人にはできないことってなんだ？みんなと一緒に弁当食うんじゃなくて、一人だけ体育館の裏で弁当食うことかって話じゃないですか。うん。確かに体育館の裏で弁当食っていたら似たような奴らが扱ってきて、そこでね、グレた集団ができましたよ。そういう意味で言ったら、当時から少数派だったのかもしれませんけどね。今でも少数派。そんなの一部の人しかできませんよ。そう。少数派です。私は少数派。吉田さんもね、少数派ですよね。ザ・少数派。万歳。